どうも、ミルメンチャンネルのミルとミルメンチャンネルのメンです。よろしくお願いします。今回は何をするかと言いますと、はい、私たちの大好きなパオパオチャンネルさんが3年前にやってた企画、はい、私が考えたミルくんの好きなところを、うん、ミルくん自身が当てるっていうゲームをやりたいと思います。ある？あるよ。好きなところある？好きなとこしかない。ないドッキリとかないよね。安心して。何言っても、いやそれじゃないです、それじゃないです。ない、違う違う、私のここが好きなんでしょっていうのを当てなきゃいけないから、うん、外したらめちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしいよな。そう、自分だけ思ってるみたいな。そうだよ。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ早速僕から行きましょうかね。いや私が行く。行きたい。恥さらしたい。恥はさらさん。恥さらすことになるけど、じゃあ時間で競って、そうね、っていう感じにするか。よーい、ドン。はい。かわいい。シンプルすぎるな。違います。ヒントは〇〇にすぐ影響されちゃう、素直なところが可愛くて好き。あ、分かった。はい。推しにすぐ影響される。惜しいな。え、それはどういう人、どういう人それ。あ、かわいい人。正解。かわいい人にすぐ影響されちゃう、素直なところが可愛くて好き。あ、ちなみに今日の前髪はあず。あず見てきたら。はい、残り4つ。あ、わかった。はい。小指の爪が小さくて可愛い。残念。違う。最近ツイートしたやつね。突っ込んでくれる。違う。ないのそれ。あるんだけどさ。分かった。そういうルールじゃねえんだよ。わかった。はい。いつ何時も突っ込んでくれる。さっきと一緒だろ。ヒントは？ヒント。いつでも何々できて、いつまででも何々できるところが可愛くて好き。わかった。いつでも突っ込めて、いつまででも突っ込めるところが。どんだけ突っ込みが好きなの？これ。まあ好きだけど。違う。違いますね。突っ込み系今回入ってない。え？じゃあいいとこないよ。いつでも料理できて、いつまででもご飯食べられるところが好き。どういうこと？料理人雇ってる。違うよな。出てこんもん。じゃあ別のやついくね。うん。ただそこにいるだけで何々してくれるところが面白くて好き。ただそこにいるだけで癒してくれるところが。違いますね。さっきやったかも。さっきやったかも。恥ずかしい。さっきやったよ。あ、分かった。はい。ただそこにいるだけで驚いてくれて。正解。あの驚いてる顔が面白い。今さっきやったもんね。リアクション芸人だから。うん、あとは？怒ってる時にが可愛くて好き。分かった。怒ってる時に眉間のシワが可愛くて好き。違う違う。内容かな？話してる内容。最初の一文字は？言うか。難しいわ、文章の一文字目。出てこん。ヒントにならん。出てこんよ。わかった。はい。怒ってる時に自分のことを叩いていて。違う。怒ってる時に口が悪くて。違う。では大ヒント。何々がずれてるのが可愛くて好き。あ、視点がずれている。正解。まあ視点論点みたいなね。え、そこが可愛いの？そこ可愛くない？え？そりゃわかるよ、ムカついてるよなつって。そこにムカついてんの？みたいな。よく言われる。それ面白いな。そういうの意外とね、面白いね。可愛いんだよね。はい、じゃあ戻りましょう。いつでも何々できて、いつまででも何々が可愛くて好き。ヒント、うん、僕ができないことでもある。いつでもすっぴんが面白くて好き。うん。どういうこと？俺ができないことよ。思い返して。家事できるわ。なんでちょっとディスっとんねん、この企画で。マジでわからん。どうしたらいい？お手上げ。ん？お手上げ。あと2つあるんだよ、答え。じゃあ、他の2つ行こう。もう1個、ラストね。うん。結局、〇〇が好き。結局、全部が好き。正解。好き。減らそうって言ったじゃん。あまりチューしまくるの、視聴者にとって良くないよねって言って、減らすって言うたやん。発作で、うん、してます。じゃあもう分からないね、お手上げね。お手上げの場合、プラス1分になりますが。あ、プラス3分になりますが。3分？ 2 分にしようよ。うん、プラス2分で。うん。もういいよ、お手上げ。めんちゃんの記録は7分9秒になります。答え、いつでも寝れて、いつまででも寝れるところが可愛くて。はい、確かに私しかできんわ、うん、アラームの頻度と、うん、音、うん、あとボリュームね、音量変えてもずっと寝れるから。聞こえてないんだよね、うん、で眠くない時も寝れるから。寝れる。それがすごいなっていう。そこ好きなの？好き。かわいい。じゃあいい、よかった。かわいい。それでは僕の番やっていきます。はい。ヒント。早っ。ヒント。一発目からヒント。恥ずかしいから。間違えたくないから。じゃあ簡単なやつね。うん。〇〇の瞬間まで〇〇してくれる。おぉ、家を出る瞬間までチューとハグをしてくれる。あ、違う。違うの？そこも好き。あ、寝る瞬間までギューとか手つないでくれる。あ、惜しい。チュー。寝る瞬間までは当たり。寝る瞬間までなでなでしてくれる。違う。ちょっと視点を変えて。
愛してるって言ってくれる。違う、視点変えろって言ってんだろ。口悪くなっていくタイプ。ツッコミ？あ、惜しいよ。ボケてくれる？ああ、もう正解。やったー。笑わせてくれる。ああ、よかったよかった。次、どうぞ、はい、ヒント。全部ヒントやないかい。ミルクが眠くてベッドに行ったら、うん、〇〇を開けて私を〇〇してくれると。長いな。もう一回聞いていい？うん、ミルくんが眠くてベッドに行ったら、うん、〇〇を開けて、うん、〇〇を待つところ。わかった。あ、待つところって言っちゃったよ。言っちゃった。あの企画倒れやめて。ヒントの丸の位置ミスった。ちょっと恥かきたいと思ってる自分もいるのにやめて。めっちゃミスった。隣を開けておいでって言ってくれるところ。あったり。正解。そう、布団を開けてね。え、じゃあ普通に当てていい？いいよ。どうだろう。ちょっと場所、場面だけ教えて。トイレ。トイレ。あ、トイレまでついてきてくれること。違う。私がトイレしてる時もそばにいてくれること。違う。待ってくれるとこ。違う。牛しに来てくれるとこ。違う。上に乗っかってきてくれるとこ。もうちょっと離れて。トイレの外で待っててくれる。もっと距離保って。あ、わかった。何？ LINE してくれること。当たり。やった。今さっきもあったでしょ。うん。やべえ、恥かけねえ。当たっても当たる。当たるな。自覚して狙ってやってるみたいなやつになってない？なってる。なってるよね。なってる。こいつ好きって思ってもらうためにやってるみたいなさ。ってなってる。なってるよな、うん、料理してる時に牛しに来てくれる。あ、違う。恥ずかしい。恥ずかしい。狙ってやってるそうです。ちげえよ。ゲームしてる時に応援してって言ってくるとこ。あ、わかった。バイト先送り迎え絶対してくれるとこ。違う。違う。惜しいもないんや。恥ずかしい。え、好きだとか愛してる言ってくれるとこ。何々でも愛を伝えてくれるところ。うん、でもふんでも愛を伝えてくれるところ。あ、わかった。プライベートでも YouTube でも TikTok でも、あ、公衆の面前でも愛を伝えてくれるとこ。当たり。やったー。いつでもどこでも。じゃあ最後。あ、最後だね。早い。大丈夫かなこれ。当てれると思うこれ。どうだろう。ちょっとヒントいるじゃん。当たらない程度のヒントちょうだい。〇〇の〇〇を見て〇〇と言って〇〇してくれるところ。ん？ディスられてるコメントを見て、いや、そうじゃないよって言ってくれるとこ。違う。惜しいの。惜しくないけど、その惜しくないのに惜しい顔してる。嬉しかったね。あ、嬉しい。あそこも好きだなって思ったから。どうだろう。あ、わかった。私のお母さんに手紙とか年賀状送ってくれたりするところ。違う。違うかい。お母さん狙ってないからね。お母さん狙ってないからね。本当に感謝の気持ちを込めて手紙書いてます。私のあって、私の〇〇を見て。お、〇〇を見てか。それ以上いいわ。私のすっぴんを見て、すっぴんでも可愛いなって言ってくれるところ。いや、最後やで。完璧を目指したい。完璧だと思って言ったんだよ。違う。ドヤ顔したんだけど。私のすっぴんを見て、うん、丸々と言って丸々してくれるところ。可愛いなと言ってなでなでしてくれるところ。違う。愛おしいなと言ってなでなでしてくれるところ。違う。愛おしいなと言って笑ってくれるところ。正解。停止。危な。接戦だったじゃん。6分46秒でした。あ、拍手じゃない。私負けた。そう、負けたのよ。でも幸せすぎてパチパチした。そう、嬉しい気分になってます。はい。めんちゃんよりなんだかんだ俺の方が恥ずかしかったかな今。嘘。なんかそんな感じしない？トータルで。後半にかけて恥ずかしかったと思う。見ると。はい、ってな感じで自分の好きなところを当てようゲームでした。恥ずかしかった。恥ずかしいゲームでした。はい、皆さんもめんちゃんの好きなとこ、僕の好きなとこあるかな？あるある。あったらコメント埋め尽くしてください。お願いします。おわんてぃの方はそっと閉じてください。バイバイ。バイ。これバイバイって言ったらおわんてぃの方バイバイみたいになっちゃってさ。またね。ダメです。